プロツールズ、プロツールズ、プロツールズはアメリカのアビットテクノロジー社が設計開発及び販売しているパーソナルコンピュータを格としたデジタルオーディオワークステーション用のソフトウェアの名称であり音声信号を入出力させるオーディオインターフェースと組み合わせて使用されるシステム全体の故障でもある。プロツールズとは使用されるアプリケーションの名称であり使用される オーディオシステム全体の名称でもある。プロツールズソフトウェアとコンピューター内部のカードバスにインストールされる HD コアカード、HD アクセルカード、オーディオインターフェースの 192i、O などに分類することができ、使用されるコンピューター本体、フィジカルコントローラなどもセットにしたシステム全体の故障でもある。プロツールズは音声波形編集ソフトウェアサウンドデザイナーと、 オーディオインターフェースであるサウンドツールズを組み合わせたモデルを原型として1990年代初頭にプロフェッショナル向けのハードディスクレコーディングシステムとして開発された当時のパーソナルコンピュータが持つ演算処理能力では冷やし縮で CD 品質すなわちサンプリングレート 44.1kHz ビット深度16ビットリニア PCM のデジタル音声を リアルタイ処理することが困難だったため、専用の DSP カードをコンピューター内部のカードバスへ増設し、音声処理を専用カードに分散させた。この設計方法は、DSP カードやオーディオインターフェースの数を必要に応じて、随時追加変更できる柔軟なシステムとしての構築を可能にしただけではなく、コンピューター処理能力にそれほど依存することなく、 同システムの能力を強化できるため、現在のパーソナルコンピューターと組み合わせた同システムにおいても様々な応用が割れている。プロツールズは、コンピューターのモニターディスプレイ上に表示された音声信号の波形、リージョン部分を視覚的に確認しながら、マウスやトラックパッドなどのポインティングレースを使用することにより、直感的な編集が可能な柔軟さと操作性を備えており、 ハードディスクレコーディングならではの非破壊レコーディングやコンピューター本体にインストールされた各種プラグインでの処理による実機同様の音声信号処理が可能になるなど現在では音楽制作現場をはじめ映画関連や放送局などオーディオ素材を取り扱う多くの分野において共通する録音再生及び音声編集機材となっている現在では サラウンド音声にも完全対応し、音楽制作だけにとどまらず、アメリカの映画関連企業のスカイウォーカーサウンドをはじめとする多くの映画の音響制作現場にも標準設備として導入されている。コンピューターの演算処理能力やカードバスなどの高性能化に伴い、専用 DSP カードを用いず、CPU 上での音声処理を行うコンシューマー向けの製品である。 プロツールズ LE や、その派生として、M オーディオ社のオーディオインターフェースで動作する、プロツールズ M パワードも発売された。プロツールズ LE は、オーディオインターフェース自体が iLock と同様に、ドングルの目になっており、プロツールズ LE 用のオーディオインターフェースが、コンピューター側と USB、または、 ファイヤーワイヤーで接続され電源が投入されていないと起動することができない仕様になってたが現在ではサードパーティー製品にも対応したためプロツールズのライセンスが格納された i イロックのみで起動が可能となった。主に以下のバージョンが存在する。各バージョンによって使用可能な OS が限定されていたり推奨環境が定められているため OS やコンピューターと連動した開発が行われている。各種エフェクトをプラグインとしてインストール及び拡張でき、ディジラスインだけではなく多くのプラグインディベロッパーが魅力的なプラグインを発売してきたことも、プロツールズ普及の大きな要因になっている。アンタレスオーディオテクノロジーズ社のアウトツネ、ピッチ補正や、ライン6社のアンプファム、ギターアンプシミュレーターは、 代表的なキラーアプリケーションとなった。現在ではエフェクトのみならずソフトウェアベースのサンプラーやシンセサイザーといった楽器系プラグインも発売されていて、プロツールズソフトウェアのミ i 関連機能の強化に伴い、使用頻度は高くなってきている。プロツールズでは、下記のプラグインフォーマットが使われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。